球は右中間、センターの岡、取った。岡が地面すれすれで取りました。ファインプレー。もう本当ギリギリですからね。よく取りました。足の速い岡、すれすれで追いついています。ビッグプレーですね。そうですね。万が一後ろにね、そらそう思うんなら、はい、一歩間違ったらランニングホームランもありましたからね。シュートでした。和田の球を捉えきれていません。三遊間深いところ、今宮強肩、一塁アウト。ここはさすが今宮という強肩です。スリーアウトです。三遊間寄りの打球でしたが、ここは見せ場。バッター一、二塁間抜けていった。二塁ランナー柳田三塁を蹴った。バックホーム、いいボールが返ってきた。タッチアウト。ライト荻野からものすごい送球。ビッグプレーが出ました。ストライク送球が来ました。おお、そしてライトスタンドから荻野コールです。いや、ナイス送球でした、ね、そういった面でもランナーに無理にタッチ しに行かなかった。もちろんこの荻野の返球も素晴らしいですけども、ここから完璧なストライク、このタッチをここでほら、なるほど、あのまま柳田にしに行くと、ちょっとしたらかいくぐられて、オンタッチ気味になってた可能性もある中で、ここからこのままベースに持っていく形で待っとけば来るわけですから。なるほど。逆にね、佐藤を置いてるところに柳田が来ちゃったって感じですよね。そうですね。いや、素晴らしかったですね。マリンズ守備でいいプレーが出ました。ショート正面強い打球、6-4-3と当たってダブルプレー。スタンドからため息、一球でランナーがなくなってツーアウト。打球はライトへ下がる。荻野フェンスの手前、ツーアウト。今のね、中丸の感じは良かったですけど、しっかり低めに投げ切っていることによってね、打球が必要。打ち上げる。キャッチャーの甲斐追いかけて取りました。岡捉えきれませんでした。